マダム母さんって知ってる？マダムと仲良くなったんですね。ここ出てるかしら。いらっしゃい。もう街で音が灯れば足が向くのさ、店に扉を開けたらママさんの息が上空に花が咲く。孤独を癒す居座りに遅れよ、愛が溢れる魚を遅れよ。愚痴ならこのスナックに置いておきよ。ほら顔上げ。楽しい酒は時間も忘れ、今夜も終電2分前。ママ、ちょ最近冷ややっこばっかり食べちゃってて、もうなんか普通の冷ややっこの食べ方に飽きてしまったんですよ。なんかいいのありますかね。まあ普通のなんだけど、あんたもマダム母さんって知ってる？赤い方ですかね。そう、はい。あの人がさ、ウンパイローっていうさ、バラ肉にかけたソース、あれを大量に余ったとか言ってもらった時があったの。はい。万能タレをつけた冷ややっこ、なかなか美味しいの。ちょっとそれ食べてみたいですね。そうよ。じゃあもう材料は、はい、トマトのみじん切り、ネギ、あときゅうりね。夏だから。そうですね、やっぱ夏ですもんね。で、冷ややっこ、はい、あと海苔、それとこのマダム母さんの万能タレ。いつの間からあれですね、マダムと仲良くなったんですね。っていうか持ってきちゃったのやん。ああ、そうなんですか。っていうか多分ね、ここで自己主張してんのよ。ああですね、うん、映り込んでやろうっていう。そうよ、悪いやつ。俺ですね、本当よ。ここ出てるかしら。出てますよ。じゃあ説明するわ。これ、はい、さっきね水切りしといたんだけど、はい、あんまりね水切るとね固くなっちゃうから、ここに。で、これ先に切っとこうか。そしてきゅうりね。ここは平面だからさ。あ、なるほど。ポジションね。で、ここトマトね。はい。それでネギ。ここでね、この海苔がさ、いい仕事してんのよ。海苔は美味しいですもんね。そう、何にでも合っちゃうんだよな。ここはさ、あ、そう、刻まれてるやつなんですね。贅沢にね。それでこの万能タレをえかけるだけよ。ママ、これは自分でも作れますね。作れるでしょ。はい。これがパンチがなかなか美味しいの。いや、パンチがすごいありそうです。じゃあ、これで完成ね。中華風盛りだくさん冷ややっこ。これなんかあれですよ、おかずになる。ああ、え、おかずになる。これは美味しいでしょ。これ美味しい。うわ、ここがスナック母さん、私がママよ。また来てね。最後にチャンネル登録ボタン押してね。 YouTube のアカウントを持ってない人は作ってチャンネル登録ボタン押してね。ぜひよろしく。